プレイヤー2、体力的には優勢です。ゲームしてる感じですね。相手との SA ゲージ差を気をつけたいところか。どのタイミングで SA を使っていくか。プレイヤー2、ここでマーガードラインを上げつつ、さあどうする。さあ体力差がありません。試合は後半戦、ここからどう組み立てていくか。ダッシュで攻め継続を継続。2人ともやる気満々。ここで弾を打つ。距離は空きました。さあどう出るか。さっきの流れを持ち越して、あとドライブインパクトが激しいカウンター。